志田宗博は岩手県大船渡市出身の元プロ野球選手。現在は読売ジャイアンツのスコアラー。仙台育英高校では1年から3年連続で夏の甲子園に内野手で出場。青山学院大学時代は後に一緒にヤクルト入りする石川正則と同期で2年からは外野で4年時はセンターを守っていた。2年の大学選手権ではレギュラーで優勝。 4年生の時には、翌年読売ジャイアンツに自由枠で入団することになる、木佐ヌ博史から本塁打を放つ活躍を見せている。東都大学リーグ通算95試合出場、326打数91アンダー、打率、279、4本塁打、34打点、ベストナイン2回受賞。ドラフト8巡目と、開始名で、 た、球団のスカウトにも名前を知られていなかった存在だったが、2002年、ルーキーながら40試合に出場し、プロ初本塁打も打った。2003年には2軍でチームトップの打率、303、11盗塁を記録し、1軍でも3割を打った。1軍で打った6安打はすべて、左投手からのものだった。2004年には、毎年若手リードオフマンの台頭を課題として、 挙げていた若松勤監督に抜擢され、一軍に定着。自己最多の91試合に出場し、打率、251、3本塁打、4盗塁とまずまずの結果を残した。稲葉敦敷が、不調の際には一番も打った。ただし、シーズン当初は、右投手に滅亡弱く、主に真中光る選手との併用となり、左投手の時に先発出場した。 2005年は FA 移籍した稲葉の穴を埋めるため、青木の地下とのポジション争いになるように思われたが、志田自身の怪我により、開幕1軍入りは果たせず、その結果、青木の地下が対等したため、志田は前年に比べ出場機会を大幅に減らしてしまった。しかし2軍では打率。313、9盗塁と打撃でアピールした。2006年も2軍で打率。 289,7盗類の好成績を残したが、1軍ではやはり守備固め、ダイソー要因に止まった。2007年は1軍キャンプスタートとなった。オープン戦では3塁打も記録し、最先の良いスタートを切った。初めてほぼ1年間1軍ベンチ入りしていたが、ダイソー、守備固めでの出場したのみで、プロ入り後初めてアンダレーの1年間となってしまった。 2008年は7月に一軍に昇格し、ファームで残した高打率を評価され主に代打で起用されるようになった。オリンピック期間中は、青木則のりちの代役として、センターのスタメンで起用された。2009年は、シーズン初打席で、内海哲也から2004年以来となる本塁打を記録し、お立ち台に上がる。クライマックスシリーズファーストステージ第3戦では、 八回、表一四万塁のチャンスで代打に起用されたが、閉殺打に倒れる。2010年9月26日、シーズン限りでの現役引退を発表。10月10日のシーズン最終戦の対、広島東洋カープ24回戦で、同じく引退を発表した勇気と共に引退試合が行われた。自身は八回裏一市から飯原誉レ市の代打で、現役最終打席に立ち、 梅津智博から3頃に倒れた。9回表はライトを守り、現役生活を終えた。引退後は、スコアラーとしてヤクルトに残る。2015年第1回、WBSC 世界野球プレミア12で、日本代表チーム侍ムジャパンのスコアラーを務める。2016年侍ジャパン強化試合、対チャイニーズ対米戦でスコアラーを務める。同年11月の強化試合、 対メキシコ、オランダ戦でスコアラーを務める。2017年第4回ワールドベースボール、クラシックでスコアラーを務める。同年11月の第1回アジアプロ野球チャンピオンシップでスコアラーを務める。2018年読売巨人軍のスコアラーに就任。総講師にバランスが取れた外野手。現役時代は主に代打や守備固めなど、バイプレイヤーとして活躍した。 データ分析能力に定評があり、日本代表スコアラー時代は、大学の先輩で第4回 WBC で、日本代表の監督を務めた、国母勇気や公認監督の稲葉敦敷からの信頼も厚かった。ありがとうございます。